皆さんこんばんは。仮面女子立花アンナです。森カノンです。さあということでプラチナムハイブやってきました。はい、今日はここで ね、バンジーリスク絆を打ちたいと思いますが、もうね、玄之助とおぼろのキュンキュンにキュンキュンに恋にね、キュンキュンしていただきたいと思いますけども、はいはい、注目ポイントは何でしたか。知ってますよ。 BT 中に BC を当てることです。はい、それを目指してね、頑張っていただきたいと思います。BC を当てたいんですけど、私たち AC なんですけど大丈夫ですかね。AC の2人が BC を目指して頑張ります。 B を目指してアンナちゃんが B になればなんとかなりますけども、そんな話してる場合じゃない。早速いきますんで、ね、いきましょう。はい、ギリギリ B。今回3人が訪れているホールは大阪市にあるプラチナム5。同ホールは近鉄阿倍野橋駅東口を出てすぐのお店、パツロ247台のスロット専門店で、店内にはミニ仮面女子シアターもできているぞ。気になる方はぜひ遊びに行こう。さあそれでは実践、はい、行きたいと思います。スタートー、スタート。さあ頑張って。よし、巻物、これですね。巻物、この巻物が揃った時チャンスになります。巻物が揃ったチャンスで、チェリーが3連チェリーが出た時もチャンスです。チェリーもチャンス、はい、3連になった時ね。 BC を引くにはとにかくレア子役の引きが重要。まあ基本ね、何か熱い役を引いた時は液晶がわっと騒がしくなるので、もうそれまでは黙々と打ちましょう。はい、ただただひたすら回しましょう。はい、レア役が、あ、これ赤なんでチャンスですね。確定、確定、確定、確定。ちょっと待って、すごい、すごい。レインボーの確定が来ましたよ。ちょっと待ってください。何でしょうか。一気にいろいろ起きました。まずアンナちゃんが、これね、巻物チャンスにプレイ引いて後期、これはチャンス。で、なんと森ちゃんがいきなり強チェリー一発で確定出しました。当たり、これも当たり確定ってことか。当たりです。森ちゃんが早速 BC をゲット。そしてアンナちゃんにもこれが、ちなみに揃えばバジリスチャンス確定ですね。やった、ちょっと、あ、当たりました。あ、当たっちゃった。当たりました、さあ、森ちゃん、これ同じ色、同色、これはチャンスですよ、同色。なるほど、ちょっとアンナちゃん、アンナちゃん、早い、打ち始めるのが早い。説明します。はい、絆、はい、2人とも今バジルチャンス入りました。早速カオスな予感。とにもかくにもアンナちゃんが BT をゲット。アンナちゃん777人激アツよ。あ、ちょっと待って、もういろいろ、ちょっと君たち空気を読んでもらっていいですか。一気にいろんなことが起きすぎております。これは何、何、ちょっとあのアンナちゃん見落としましたけど、777人、これもう当たり確定の人数です。すごい。で、森ちゃんは今告知が発生しました。はい、なんで当たりました。当たったんですか。 BT 突入です。なんで2人揃っても BT 確定しております。2人揃って BT が確定しました。やったー、早い、一発目の、なんと2人同時に BT をゲット。一発目の BC から入るなんて、2人とも調子がいい。あ、いいですよ。あ、いいですか。エティスタート。さあ、そしてここの画面の時に、ここから伊賀と甲賀の争いが起きます。争いですか。はい、甲賀が勝てば BT が継続します。なんで今4対4なんで、何これ、ね、勝った。ここの数によっても期待度が変わってきます。4対4、森ちゃんも4対4ですね。何、何、あ、さあ、これがつきました。何ですか。今この重いっていうマークがつきましたね。これが気分合格と言いまして、これ赤の重いなので、このバトル中にチェリーを引くと勝率がぐんとアップします。チェリーですか。で、3連チェリーを引くともうその時点で確定となります。この広角を生かしたいところだけど、アンナちゃんは BT 継続となるか。さあ、で、始まりました。2対1ですよ。お、さあ、これで玄之助が勝てば継続します。あの、BT がね、頑張って、まだいける。はあ、さあ、これで玄之助が勝てば、あー、負けた、あー、負けちゃったよ。
ってなると連チャンなしで終わる可能性が大なんですが、ここからまた復活パターンもありますと思いきや、はい、みたいな復活する可能性あるよ。あーないか、あー終わっちゃった、ないか。私は今2対1なんで悔しいな。せっかくの BT は単発で終了したアンナちゃん、森ちゃんは BT を継続させられるのか、気になる続きは番組後半で。今宵もシアターでは仮面女子の勉強会が開かれていた。そういえば仮面女子って恋愛 OK だったよね。さあそれでは今回もね、京都大のお勉強をしていきたいと思いますが、はいはい、今日はスナックお休みですか。今日は金曜日になっております。お休みで来ていただいてありがとうございます、はい、ということで今日ねやりたいと思いますが、ゴヒチギリさん、はい、ね、久々の登場ですが、はい、ゴヒチギリって名前すごいけど、はい、みんなからなんて呼ばれてるの。引きちぎりとか、うん、あそうですか。それやったら、それだ、5つけてあげようよ。じゃあ今日打つ台がね、とにかく今人気の台、人気、しかも皆さん好きですよ多分。キュンキュンするシーンがいっぱい出てきます。これが恋愛系のキュンキュンなんですけど、ちょっと仮面女子メンバーにね、今までどんな恋愛をしてきたかとか、なんかキュンキュンする話も聞きたいなと思うんですけど、確かあの仲良かった男の子に別れずにラブレターって書いて、中は何もないんで置いたんです。仲いい男の子いるじゃないですか、もう本当に。そしたらなんか学校中がなんか大騒ぎなんですよ。でどうやら学校のボス的ジャイアン的存在の男の子が、おい俺の下駄箱にラブレターとかいうふざけたレター誰だって言って、とあの何々くんのとこ入れたはずだったんだけどって言ったら、もう机全部バンバンって蹴っ飛ばして向かってきて、ボンって壁のんされて、お前何知ってんだよって言われて、あの誰々くんのに入れましたって言ったら、なんとかってその男の子探しに行っちゃって、すごい人生初の壁ドンはそれでした。キュンキュンした。コーヒーないですか、なんか可愛らしい。いや妄想しかないですね、こんなんしたかったみたいな。学生の時じゃあしたいこと聞こう。学生って言ったらやっぱり制服着て一緒に、あしたらダメですけど、あの2人で自転車に乗ってこう、分かりません、カバンとかこう走ってるみたいな、ああいうなんか一緒に帰るっていうのをしたかった。それもしたことない。したことないね。ほんまかい。ほんまかいな。こんなんウェーってみんなじゃあ後ろでウェーって言いながら。どうする。私もキュンキュンしたかったです。したかった。じゃあ大取り聞きましょうかね。私あの中学の時パステルだった。まだ出してないから話し始めるの早いのよ。私がになっちゃってるからさ。すいません、ちょっと待ちなさい、今やるから。もう私言ったらおどじさん。わあ、やめましょう。じゃあ今日の打つ台をいきたいと思います。こちらです。バジリスク絆ね、絆で結ばれております。バジリスク、はい、これがもうとにかく人気ですから今ね、この聞いたことあります、すごく、はい、打ちたいと思います。じゃあまず注目ポイント見てみましょう、はい、注目ポイントこちら、 BT 中にいかに BC を弾けるかが超重要ということで、BT 中に BC、 これ分からないですね。この AT、 この BT 中にいかに BC を弾けるか、これは BC、 CCB なら分かります。 CCB でちょっと違います。バジリスク、ここにあるやつだ、 BCC です。これちゃんと分かってるんだろうか。この後はプラチナム5での実践の続き。森ちゃんは BT 中に見事 BC を弾くことができるのか。二人同時に一発目の BC から BT に入る好調っぷりだったけど、アンナちゃんは残念ながら単発で終了。一方森ちゃんはというと、次回森ちゃん、これも継続します。次回予告発生で BT 継続濃厚。読めない。ほら、こうやってね、助けたぞー。森ちゃんが出てきて復活です。いいないいな。となると森ちゃんはこれで2連目に突入ということですね。好調な森ちゃんだけど BC を引くことなく天然とのバトルに発展。さあこれで最終バトルですね。玄之助が勝てば継続。さあ、あら、ああ、まあでもさっきも復活したから、ここから頑張って復活。はい、復活あるかどうか。あ、ない。終了してしまいました。終わった、2連。残念ながら、くそ
なんと BT が終了してがっかりな森ちゃんだけど、終了後すぐにまた BC が当たるチャンス。コウキが来ました。あ、コウキ、あ、いいですね、いいですね。あ、コウキ、すぐさまチャンスが訪れる森ちゃん、はい、すると、あれれ、あ、確定、森ちゃん、え、でもさっきの、ま、確定、さっき出た確定レインボーだったんですけど、何が違うんですか、これは。まあまあ、でもこれは演出の違いだけで、これもいい確定ですか。確定の女王やで、ね、森ちゃん、後期、今度の BC では BT を射止めることができるのか。今回は源之助を選択と、ここで山金先生から、で、残りベル6回の時に告知が発生すると、はい、設定しごろが濃厚となります。で、これ残りベル3回の時に告知が発生すると、なんと設定6が濃厚となるということで、それもね、ぜひ設定推測要素として覚えておいてください。ここは BT 突入とはならず。しかし森ちゃんの勢いは止まらない。続けざまにチャンスがやってきます。あ、しかもほら、赤タイトル、これ花火柄だったらね、もうさらに激アツですけど、いや、これも巻物、森ちゃん天才やね、森ちゃん天才やわ、天才ですよ、これは当てよう、当て、先生泣いてる、あ、赤文字、赤文字、もう大丈夫、さあ、森ちゃんがまたまた当てました。怖いよ、早くも BC3 回目です。早くも3回目の BC をゲット。ここは滞在モードが分かりやすいおぼろを選択。果たして、さあ、これで告知が、あ、でもなんかいいんじゃない、これもしかして、あ、よさぎよさぎ、花びらが、あれ、すれ違っちゃった、はい、いい確定です。バジルスタイムまたまた突入しました。やったー、これじゃ早い、早くも2回目のバジルスタイム、見事2回目の BT を射止めた森ちゃん、次は何連チャンさせることができるのか。今後の戦いの人数が決まります。お、あ、5対3、5対3、多いよ、頑張って、効果があるんじゃない。さあ、来ました、このバトル中に巻物を引くと、巻物を引くと、はい、超激アツになります。巻物始め、あ、ちょっとアンナちゃん、はい、さあ、発展しました、これ赤タイトルだったんでチャンスですよ、チャンス、チャンス到来、アンナちゃんもここで2回目の BC をゲット。森ちゃんに続くことができるか。次ですね、次、さあ、ここ、あ、赤文字、これはもう大丈夫じゃない、あ、赤文字です、はい、はい、勝ちました、勝った勝った、ということで継続します。森ちゃんは順調そのもの、あ、いい、一方アンナちゃんはというと、6対6、さあ、でアンナちゃんが当たってるかどうか、あー、ダメだ、全部敵を倒せませんでした。さあ、終了ということで、こうなるとバジルスタイムには突入せずです。終了しちゃった。さあ、そして森ちゃんが、さあ、この赤の思いがつきました。こうなるとチェリーを引くと勝利の期待度がぐんとアップします。で、はい、3連チェリーならもう勝利濃厚となります。なんでこのバトル中はチェリーを頑張って引いてください。さあ、どうなる、あー、負けた、ダメか、あー、終わりですね、終わっちゃいました。3連でバジリックタイム終了です。この後は恒例のバトル、好調な森ちゃんがまさかの展開に。さあ、ということで今ね、2人とも通常に戻りましたけど、はい、ここでバトルスタートしたいと思います。さあ、今回は BC が1ポイント、はい、BT 入ったら2ポイントということで、なるほど、それでね、2人でバトル、さあ、やっていただきましょう。それではスタート、わーい、チェリー、アンナちゃん、はい、さっきから
はい、指で押してみたり、はい、ここで押してみたり、はい、拳で押してみたり、あれ何なのあれは。何ですか。何なの。願いを込めてるんですよ。願いを込めて、願いを込めてるといろんな打ち方になってる。停止ボタンよりもレバーの方に願いを込めた方がいいと思うけど、恒例のバトル、最初にチャンスが訪れたのは、あ、チャンスですよ。さあ、モニちゃんチャンスです。何か引いた可能性が高い。チェリーだ。あ、出ました。今日チェリー、チェリーが2つ、はい、いや、これ違います、これは違います、これはおっぱいです、これはチェリーが、あ、なんか、あ、いいよ、いいよ、あるよ、頑張って。あ、巻物か、これは素晴らしい、コーキー、素晴らしい、素晴らしい、これはちょっと当たっててほしい。コーキー、当たって当たって、しまった。あ、赤い、あ、もうこれはもらったでしょ。赤いよ、赤いよ、赤い、赤い、赤で、しかも次回初めて見た。なになに、熱い熱い、なんとさあ、もうこれはね、あ、なんか炎がすごいんだけど、はい、超激アツステージです。これはもう当たってるでしょ。あ、なんか青文字だよ、青文字。 BT の大チャンスとなる駿府城へと移行した森ちゃんはもちろん BC をゲット。そして、あら、はい、マジックタイム確定です。当たりました。やったー。ということで、また2ポイントゲットで3ポイントゲット。3ポイントゲット、はい、すごい。森ちゃんが有利な展開。今度こそ BT 中に BC を引くことができるのか。あ、助けてくれた。さあ、ということで、あなた当たりました。リーシー、BC ゲットですね。あ、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 もうあんなちゃん当たらず。あんなちゃんとは対照的に森ちゃんが絶好調。絆降格中にチェリーを引き、4対2。あ、なんか赤い、これはこれはもらったね。おー、しかも巻物引きました。惜しかった。さあ、お、これは、さあ、ゲット。あ、すごい、これで来た来た来たね、セット数、もう1セットゲットしたことになります。はい、やったー、持ってますね、私、やっぱり。森ちゃんの勢いはまだまだ止まらない。ここでさらに、あ、さあ、来ました。これが出た時に、この赤、狙いで出てますが、狙うって揃うと、さらにバジルタイムが続きます。あー、揃わない。あー、あ、え、無双一斉行きましたよ。なになに、あら、ちょっと、何でしょうか。森ちゃん、森ちゃん、これすごいことが起きる可能性があります。これはなんだなんだ。振動術チャンスっていうすごいチャンスゾーンがあるんですけど、高確率って書いてますね。ね、これに突入するチャンスです。メラメラ、みなぎってる。無双一斉、これで源之助が目を開ければ、はい、振動術チャンスって言って、すごいね、BT をストックする、はい、ボーイちゃん、モードに行きます。これ、これも大チャンスだから、はい、森ちゃんにまさかの展開。この大チャンスをものにできるか。はい、違う違う、こっちや。あ、開かない、開かない、ダメだった。あー、残りゲーム数も少なくなってきたよ。ダメだったやつだ、これは。あ、さあ、右か左か、ベルが揃えば大丈夫。あ、えっ、あ、入らず。ダメだった。振動術入らず、残念。まあでも当たりです。さあ、またね、バジリックチャンスは来ました。確定しましたね。 BT 中のバジリックチャンスの1チームで、ああやってね、森ちゃんを追いかけるためにもハンナちゃんは何としても BT に入れたい場面だが、これは、あ、はい、やだ
ということでバジスクタイムゲット。ゲット。おお、すごい、アナちゃんも絶好調ですね。いや、そんな言うほど絶好調じゃないです。森ちゃんの方が絶好調です。頑張ります。BC は引けなかったものの、ここはサクッと連チャンさせたいところ。さあ、あここで強チェリーいいですよ。チャンス。やった。さあ。ああ、負けてる。あら、負けちゃった。復活あるかも。ないです。あらまあ。おお、勝利。ということで森ちゃんの連チャンが終わりませんが、ここでバトルは終了です。終了したの。終了。だって勝利したんですよ今また。なんでアンナちゃんが喜んでんの。結果発表。わーい、実戦が終了しまして、はい、結果を発表したいんですが、もう大体分かってると思いますが、いやいやいや、結果の方はこの方が発表してくれます。どうぞお願いします。はい、プラチナムガールの鈴鹿です。はい、よろしくお願いします。さあ結果を発表してくれます。どっちが勝ったんでしょうか。名前発表してください。どうぞ。はい、今日勝ったのは森かのんちゃんです。はい、分かってますね。分かってます。嘘。いや、嘘っけ、リアクションが。そんな嘘っぽい、嘘っぽい、それが嘘っぽいから悔しいな。まあ、今日はすごかった。見てた、ね、はい、見てました。全然違ったからね。気が強かった。どうでしたか、打ってみて。バジリスク BT からの BC が、うん、ベリーインポータント超重要。超重要。さすが、本当にすごい楽しかったですよ。あんだけ当たると英語も出ちゃう。はい、英語も出ちゃいますよ。もう楽しくて楽しくて。いや、ね、森ちゃんすごかったですけど。はい。アンナちゃんどうでした？いや、結構ねボタンの押し方とか変えてみたんですけれども。惜しくも敗れてしまいましたよ。ボタンの押し方がね、いろいろやってたんですけど、全く意味がない。親指とかね、人差し指とか。手の甲とか。手の甲手の甲行ったと、この手の横で押したり最終的にはグーで押してたりしてたからね。おかしいな。あんまり見てる方は真似しないようにしていただきたいと思いますが。まあね、はい、でも楽しかったです、うん。まあ、結果はこうでしたけど、ずっと楽しかったので、演出とかがキュンキュンしたの。キュンキュンしました。もう手つないじゃったり。そうか、ね、やっぱりね、マジリスクって言えばキュンキュンするでしょ。見てたらキュンキュンしますね。キュンキュンですよ。さあ、で、鈴鹿ちゃんがせっかく来てくれたから、なんか来たことあります？はい、当店の人気ブログ毎日更新してますので、ぜひ見てくださいね。人気ブログ。はい、セクシーな感じのキュンキュンするブログですか。セクシーなとこもあるかもしれない。あるかもしれない。そのブログもキュンキュンするかもしれないということで、はい、こちらもね、はい、やっていただきたいと思います。、はい、ということで、はい、今回バジリスク打ちましたけども、まだまだてっぺん目指して頑張りたいと思いますので、はい、皆さんこれからもよろしくお願いします。ということで今週はここまで。また来週お会いしましょう。おやすみなさい。また、おやすみなさい。